はい、皆様こんばんは、ターキーです。今回からですね、イブの続きを、夕方というか晩に時間変更してお送りしようかと思います。前回からの続きですね。確か2人いた状態だったから、あ、ここでいいんだね。休憩部屋からでしたね。2人いた状態なんだけど、1人の状態。無題。美術館での禁止事項。大声での会話は禁止。写真の撮影は禁止。飲食物の持ち込みは禁止。万年筆の使用は禁止。館内を走ることは禁止。あれ？館内から出ることは禁止っていう項目がなくなっている。前回見たときは確か、一番最後に追加されていたんだけどな。そして、恥ずかしいセリフ禁止。これは私が言いたかっただけですね。赤いバラを再び手に取った。あら、コート、わざわざありがとうね。え、何読んでるのって？ここにあった文字だらけの本よ。なんかやたらタイトルが長いやつ。ゲルテナの蔵書なのかしらね。結構面白くて、つい読みふけっちゃった。イブにはちょっと難しいかもね。よし、行きましょうか。急がなくてもいいからね、と。このペロリーヌさん結構いい人なんだよな。私も早くここから出ることばっかり考えてて、配慮、気配りができてなかったわ。ごめんね。ここの女性たちは、みんな花占いが好き。楽しい絵画、いろんな絵が大きくなっている。大丈夫。OK、じゃあ行きましょうか。あー、これ途中まで来たところか？いまいちどこの場所なのかが把握できないんだが、ちょっと戻ってみる？場所がどこなのか把握できてない。イブ、そっちに行くのはもうやめておきましょう。ってことはこっち側から来たということですね。うん、もうこっちに戻る必要はないと思うわよ。了解。じゃあここでセーブして進んでいきましょうか。新しくセーブし直して、頭がない像がある。うん、こっちからじゃ押せないわね、と。ミルクパズル。イブ、ミルクパズルって知ってる？知らない。まあその名の通り、ミルクのように真っ白なパズルのことよ。ああ、よく天才というか IQ が高い人がやるようなパズルじゃないのかな。そうそう、絵がついてないから普通のパズルより難しいんですって。頭がいい人はすぐ完成できるらしいけど、正直面白くないわよ。だって絵がついてないんだもん。好きな絵がパズルになってこそやりがいがあるってもんよね。確かにね。ん？なんかこれ落ちてる。桜？月夜に散る儚き思い。パズル？パズルが今から、パズルこなさないといけないのかな。おや？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 ほいよ。オーシュートみたいになってるけど。ほんよ、ほんよ。あー、なるほどね。だいたいわかった。こうすることによっても、最終的にここに行かないといけないんでしょ？ここを、こうして、んで、もう一回こうすれば、こう通ることができる。
これで OK か。大きな鏡がある。ふんふんふん。ペロリーヌさんは青いバラを。イブは赤いバラを。これはのっけられないのかな。ふん。ふう。これでいいわよねと。とりあえずタイルは確保しておきたいね。私はそのほにゃめかしく美しいほにゃに指をほにゃらせ、ほにゃをほにゃさせる彼女をそのまま。ギャリーに本を閉じられた。ひょっとしてフラチの本。こういうのは大人になってから読みなさいねと。フラチな本あったー。決別。なんか嫌な絵よね。もう急に暗くなった。うわ、何？明かりが。ちょ、暗くて何も見えないじゃない。イブ、いる？いるよ。そう、ならいいわ。ちゃんとそこにいてよ。しかし、困ったわね。あ、そうだわ。ライターがあるの忘れてた。お、なんか床に文字が浮かび上がっている。え？お客様にお願い申し上げます。当館内は下記厳禁となっております。マッチ、ライターなどの持ち込みはご遠慮くださいますようお願いいたします。万が一館内でそれらの使用をスタッフが発見した場合。何をこれ？ほんときついわ、精神的に。なんだなんだ、発見された場合。ギャオ、こっち側になんか行きなさいと言われてるような、行きなさいと言われてるような。うおー、なんだ、びっくりするじゃないか。わ、ちょっと大丈夫？ほわ。あ、待って。ねえ、あなた、もしかして美術館にいた人じゃないの？ああ、やっぱり。私はイカペロリーヌ。で、こっちの子はイブっていうの。お人形さんみたいな、本当に。メアリーとかいう名前なのかな？勝手な想像で物を言うが、私たちも美術館にいたのに気づいたらこのわけわかんない場所に迷い込んじゃってて、今なんとか二人で出口を探してるところなんだけど、もしかしてあなたもそうじゃない？あ、私も誰かいないか探していたの。外に出たくて、それで。あ、やっぱり？ねえ、よかったら私たちと一緒に来ない？え？女の子一人じゃ危ないわ。ここ変な生き物とか結構いるみたいなのよ。だから一緒に行きましょう。みんなでいた方が心強いし。うん、行く。じゃあ決まりね。あ、名前は何て言うの？うわ、嘘！嘘でしょ？マジで？メアリー。あ、タキシ、予知能力者説あると思いますけど。メアリーみたいな名前じゃねえかっつったら本当にメアリーだった。こんな奇跡よ。メアリーね、よろしく、メアリー。うん。こんなことってあるんか。イブ、よろしく。よろしくね。うん。よーし、それじゃあ仲間も増えたことだし、張り切っていくわよ。ああ。
デフォでメアリーなんすか。メアリーってこっちの方から歩いてきたのよね。他にルートとかなかった。ルートどうだろう、いっぱい歩いたからよくわかんない。そっか、まあさっきみたいに壁だった場所に道ができたりするかもしれないわね。正直一本道だったら相当まずいんだけどね。争いの矛先、退路がないからね、一本道だとね。一体どちらが正しいのか、この争いの矛先か。そういえば私とイブにもバラがあったってことは、もしかしてメアリーもバラを持ってるんじゃない。うん、持ってるよ、黄色いバラ。あら、ほんとね、二人ともしっかり持ってるのよ。なくしたらダメよ、誰かに渡すのも危ないからね。それから、わー、イブのバラは赤なんだね、私のバラは黄色だよ。黄色好きなんだけど、ピンクも好きなんだ。あと青も。すごいなんかテンション上がってるけど、お人形さんみたいだな。人の話は聞きなさいよ。呆れてる。セーブポイントが右にあって、嫉妬深き花。お、メアリー。メアリーちゃんが仲間になってる。左は鍵がないと開かないのか。鍵がかかってる。ん？うさ部屋？赤色の目。たく、この絵といい、部屋といい、なんでこんな気味悪いのよ。え？そうかな？可愛いと思うけど。これのどこが可愛いのよ。そうかな？イブはどう思う？わからん。わからないって。まあいいんじゃない？それより、こんな気味の悪いとこ出ましょう。この部屋なんだか見られてるみたいですごく落ち着かないわ。見られている。深海。あまりに精神が疲弊するとそのうち幻覚が見え始め、最後は壊れてしまうだろう。そして厄介なことに、自分が壊れているのを自覚することはできない。うわ、緑色のウサギが壊れた。だと？破片の中で何かが光っている。紫の柿を手に入れた。ちょっとこまめにセーブしていきましょう。ん？なんだ？絵の中から物音がする。何？この音。近づいてくる。うわおわお。床から何かが出てきた。なんかまずいわ。みんな絵から離れて。イブ、危ない。あれ、二チームに分かれちゃったよ。二人とも大丈夫？ああ、びっくりした。イブは怪我とかしてない？大丈夫。よかった。それにしてもこれ、邪魔でそっちに行けないんだけど。折ったり、もう無理そうね。この大きさじゃ。どうしましょう。ねえ、イブ、さっきの部屋で鍵拾ったよね。その鍵で、そこの部屋に入れるんじゃない？もしかしたらその部屋にこれを壊せる道具があるかもしれないよ。ねえ、見てきていいよね。メアリーちゃん落ち着いてるね。でも、二人だけで大丈夫かしら。大丈夫よ。ねえ、イブ。大丈夫だと思う。
ほら、イブだって大丈夫って言ってる。そう？じゃあちょっと見てきてもらおうかしら。でもいい？何もなかったらすぐに戻ってくるのよ。どうするのかはその後改めて考えましょう。うん、わかった。それじゃあ行こう。あ、これでメアリーちゃんと二人だけのパーティーになると。イブ、早く行こう。気をつけるのよ。大丈夫かな？メアリーちゃんと二人きりだけなんだけど。メアリーにもらったレモンのいい匂い、キャンディー、紫の柿。ウサギの中から出てきた。大きな石像がある。これぶつけたらさっきのトゲトゲ壊れそうだよね。重くて全然動かせないけど。絵の具。デッサン。画材。何か面白いのないかな？あ、パレットナイフ。これであのトゲトゲ削れないかな？できるわけないじゃん。イブったら冗談通じないんだから。でもこれ持っていこうかな。念のため、ね。念のため。筆。あんまり役に立ちそうなものないね。一旦、ギャリーのところに戻ろっか。わ、何？びっくりした。こっちの奥は？進めないのか。あれ？扉が。なんであの石像はそこにあるの？さっきは壁際にあったよね。どかそう、イブ。押すよ。せーの。動かない。はあ、ダメだわ。全然動かないよ。イブ、どうしよう。出られなくなっちゃった。閉じ込められちゃったか。赤の絵の具だけなくなっている。赤の絵の具だけ。よく見ると毛先が髪の毛でできている。どうすればええねん。仕方ないからこっち行ってみようよ、イブ。先に進んでみる。うお、なんだ？イブ、君に楽しんでほしいから。大人のいない楽しい世界へ。落下した星。ピエロ。あはは、鼻が飛び出してる。ほら、取れちゃった。よかった、くっついたよ。ブランコのような絵がある。お、一緒に行こうよ。お友達も一緒だよ。なんか導かれてるような気がするな。一旦ここでセーブしようか。ここに行けない？床が抜けて進めない。ふむ。どうやって渡ろうか。ジャンプも届かないし。ギャリーはどうしてるかな。置いてきちゃったけど。あ、ここで切り替えになるのか。遅いわ。
何かあったのかしら。イブ、メアリー、聞こえたら返事して。ダメね。ああ、やっぱり二人だけで行かせるんじゃなかった。どうしよう。もう一度あの部屋調べてみようかしら。あんまり入りたくないけど。青いバラ状態。なんか違う絵が出てるんですけど、赤色の目。何回見てもこれが可愛いだなんて思えないわ。あ、そういうことなのか、まさか。子供から見る絵と大人が見る絵は違う。というか、このゲルテナ展は子供が見た場合と大人が見た場合で見るものが違うのか。今更ながらだけど。あれ？この本だな。あら、まあ動いたわ。なんでさっき気がつかなかったのかしら。まあいいわ、ここから出られそう。とりあえずセーブしよう。天井から紐が2、4、5本。床が不思議な形にへこんでいる。さっきのと同じ植物。これなんとかしないと本当にこれ以上進めなくなっちゃうわ。出口なんてない。理由なんてない。引っ張るしかないのかな、これ。あー、この紐とあっちのあの紐が連動してるのか、まさか。だとしたら、右から二つ目が、このなんか、よくわからないパネルくんのところにつながってそうだから、右から2つ目を引っ張ってみるか。違うかな。うりゃ。お？どうやら正解だったようです。ん？で、ここになんか月の形、緑色の絵が落ちてる。イブ見て、橋ができてるよ。通っていい？いいって。これは、動かす。これ落とすのかな、ひょっとして。待って、違った時がいけないから、ちょっと一旦セーブします。落ちる。落ちた。落ちてる。一旦こちらセーブしまして。こっからずらしていけば。よいしょ。お、これで進めるようにはなったが。ペロリーヌさん一人。こんにちは、ギャリー。私一人で寂しいの。だから一緒に連れてって。ん？ねえ、どうして連れてってくれないの？なんで無視するの？私のこと嫌いなの？ねえ、遊ぼうよ。ここ面白いものたくさんあるんだよ。
私のお友達もたくさんいるんだ。紹介してあげるね。永遠にここにいろ。ここでセーブ。ジグザグツール抜けて、一体どこまでついてくんのよ。もういい加減にして、あんたの相手をしてる暇なんてないの。蹴ったら壊れちゃいそうだから避けよう。こういうのには関わらないのが一番だわ。鍵穴はない。この扉は鍵以外で開くようだ。連れて行け。連れて行け。どうやったら先に進めるんだ。連れて行けねえ。あれ？人形があそこしかなくなってる。一旦出ればなんかリセットされるかな、場所が。それかイブチームにバトンタッチして、ちょっとこっち側を先に進めてみるか。展示物がいろいろ飾ってあるけど。ねえイブ、ちょっと聞いてもいい？ギャリーってイブのお父さん？あの人って女性じゃない、ないのかな？女性かと思ってたんだけど。知らない人。あ、そうなの？ここで知り合ったんだ。そっか。イブのお母さん優しい？怒ったら怖い。ははは、イブでも怒られるんだ。早くお父さんとお母さんに会いたいよね。私も早くここから出たいよ。ねえ、イブ、あのさ、もしこの世界から出られるのが二人だけだったら、どうする？どうしてそんなこと聞くの？ギャリーと出たいか、メアリーと出たいか。え？なんとなく。もしそうだったらイブはどうするのかなって。ちょっと気になっただけ。もういいや、早く行こう。二人だけしか出られない状態だったら。か。星とほにゃららのほにゃららめき。星空って綺麗だよね。上に白い粒がたくさんあるなんて信じられないよ。外に出たら全部で何個あるか一緒に数えようね。わ、また絵画だらけの部屋か。天の糸。扉の番に鏡に字が浮き出てきた。絵の名前答えてください。当てれば扉を開けます。間違えたらどうなる。メアリーとそうだ。絵の名前だって面白そうだね。やろうよ。ちょっと一旦断っとくか。残念。絵の名前か。これ覚えないといけないのかな。てかどこまでセーブしたかな。ここか。15番までセーブしてる。連作胴体の2匹。絵がつながってる。面白いね。釣り人。誰もいないね。川とほにゃらら。告げ口。心配。天の糸だったよね。何ここ、色がない。
誰かいるみたいだね。虹の絵が描かれている。そこが見えない。変な場所。どうやったら色がつくのかな。こっち側には行けない。これさっきのトゲトゲだ。こんなとこにもあるんだね。こっちは鍵かかってる。絵が多いな。傘をなくした乙女。干からびたほにゃらら生物。ヤドカリ、カタツムリ。アンモナイトじゃないの？これだけただの石？変なの？届かないね。なんか踏み台があればいけるんだろうか。よし、それでは挑戦してみるか。一旦挑戦する。ではこの絵のタイトルはどれ？天の坂、天の線、天の糸じゃなかったっけ。鏡に確かに映ってるな。どうよ。正解。やった、イブ、すごい。次の絵は、え、まだあるの？この絵のタイトルはどれ？深淵階層、深層階段、渦中、新年。こんな絵ってあったっけ？渦中なような気がするけどな。渦中か深層か。渦中にしてみようか。違うのかな。残念。ああ、体力が減ってしまったな。渦中じゃなかったのね。深淵？深淵でもない。あったっけ？この近くにはないか。もう一回チャレンジだ。深層か？そうなると。真相だった。わあ、イブの勝ち。約束なので扉を開けます。大きな紙が巻いてある。中は絵だ。でも何の絵だろう。ハートマーク、謎の絵。A のページ。赤い服の女。当時はゲルテナの愛人をモデルにしたとも言われていたが、本人の口から否定の言葉が出た。実際はゲルテナの遺産を狙い言い寄ってきた。ほにゃららくほにゃららな女性たちをイメージとして残した。とのこと。K のページ。ほにゃらら模様の魚。モノクロで描かれたにもかかわらず、光の加減や角度により色づいて見える。不思議な作品。非常にほにゃららで、ほにゃららのほにゃららの描写は、見る人に様々な感情を呼び起こすであろう。J のページ。ジャグリング。ほう。下巻もあるのかな。あるところに小さな女の子がいました。女の子は両親と一緒に美術館へ行きました。しかし、ふと気がつくと女の子は迷子になってしまい、薄暗い美術館の中を探しましたが、両親も出口も見つからず、怖くて、心細くて、寂しくて、お腹も減り、喉が渇き、転んで怪我をして、体力も限界になった。最後のページに小さな女の子が倒れている挿絵で終わっている。
狭いね。本の部屋だね。さっきのこの絵持つのが難しい。一旦セーブして、あ、これをこっちに持ってくるのかなと思ったんだけどな。違うのか。この大きな絵はどうすればいいんだ。ここに引くのか、ひょっとして。そういうわけでもないのか。どこで使えばいいのかがわからん。ひょっとして落とすのかな、こっから。ちゅうわけでもないのか。一旦バトンタッチしてみるか。出口なんてない、理由なんてない。うわ、なるほど、ダメージ食らっちゃうんだね。よし、もうちょい頑張って進めてみるか。連れて行けって言ってたんだけどな、あの人形。果たして連れて行けるのか。あれ？開いたし。てかここにさっきの絵あるし。真相。なんか裏世界みたいな感じだな、ここ。この扉は鍵以外で開く。預かりし心臓。釣り針。ジャグリング。絵の中から声がする。我誕生いつだ。え、わかんないよ。違う。いた。あー、なんか書いてあったな。どう見ても一匹にしか見えないけど。う、なんなのこの部屋。この床から出てるガスみたいなの気をつけた方が良さそうね。む、ここにも。謎の玉、紫を手に入れた。あら、消えちゃったわ。まずい。回復したい。あれ？なんか、穴の中に。穴の中に。なんなのこの大きいの。紫ののが増えてるね。7つの色彩、絵の具の玉を集めよう。さすれば道は開かれるだろう。絵の具玉？もしかしてさっき消えちゃったボールのこと？気味の悪い人形はつきまとってくる。緑の夜。さっきのジャグリングの J だったっけ。6223年6223。6223、6223。6223で合わせてみるか。正解だ。
青い絵の具ゲット増えてるね、やっぱりね。預かりし心臓ね。ここの中は、あ、黄色い玉ゲットして、それでもまだか。これってもしかしてパレット？7つか、あと4つか、集めないといけないのか。釣り針にヘビか。ドアノブが異常に冷たい。これでまたイブのところに戻って、ふむ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 。ねえ、さっき拾った変な絵ってこのヘビのやつと似てない？こっちは失敗した絵なのかな。絵を入れ替えてみよう。入れ替えるの？この蛇のやつと？どれと入れ替えるの？7回入れ替えてみるか。何か飲み込んでるみたいだね。入れ替えた絵は邪魔だし、ここに置いとくね。これでさっきのこちらの絵に変化がある。あれ？なんか絵が変わってない？蛇のお腹に何か入ってる。何かが脈打っている。ガラスのハート。作り物よね。で、このガラスのハートを差し出したら何かあるのかな。こっちが開いた。で、赤い絵の具玉がある。赤い傘をゲット。存在を交換することにより空想が現実になりうる。確かさっきは床に月をはめ込んだら引っ込んだけど、そうだったね。書物の持ち出し禁止。お、緑色。悟り。恐怖。あの子たち大丈夫かしら。まあ二人でいるならよかったわ。床に何かはめ込んだらあそこが通れるようになるんだろう。ねえ、宝探ししてるの？私も一緒に遊びたい。あとは何だろうな。あと3つか。絵の中から何か出てるわと。本物の釣り針？赤い傘をかけてみる。あ、傘ごと絵の中に入っていっちゃった。ほんとわけわかんないことばっかり起きるわね。これで向こうに変化があるか。お、傘ゲットしてる。釣り人ねえ、今見て、なんか釣れてる。あ、赤い傘ゲットできた。傘ゲットできたものの、この傘で何かするのか？この女の人、傘をなくした乙女。雨が降る。部屋の中なのに雨が降ってきた。どういうこっちゃね。お、亀だったのか。よいし
回転。あれ、この絵回るよ。回してみようよ。これでまたペロリーヌさんの部屋に変化が起きてるかな。面白いね。面白くなってきましたよ。絵が回転したことによって、あっちの方の絵が変わってるけど、これでもこのトゲがどうにかならないことにはダメージ受けまくって、それこそペロリーヌしてしまうな。まだまだ何かしら、あともう一段階できることがあるのか。緑の夜、目と耳か、悟り。この植物ことごとく私の邪魔をするわねと。ってことはやはり ここを乗り越えていかないとダメなのかな。やっぱダメだよな。ゲームオーバーになっちゃうよね。ふーむ。あの絵がなんか変わったことによって何かしら変化が起きているかと思いきや、何も起きてないか。1,2,3 4つってことは残りの絵の具があと3つどこかにあるのねと。そういうことなんだろうけどね。どこかにある。すげえ口心配。もうこっち側には戻れなくなってる。ん？この青いのは？青いの関係ないのか。またこっちのこの絵を拾わないとダメ？余ってしまった蛇の絵だから関係ないか。もう一回入れ替えることは可能？今緑を上にしたら変化があるか。あー、そういうこと。これだったらギリギリ向こうに行けるかもしれない。ギリギリ行けたからの回転。あれ、この絵本当に回せるみたい。あ、この状態だったらいけるね。面白いね。これでツルがなくなって赤い玉玉をゲットできるが変身です。赤い玉ゲットだぜ。聞き耳悟り。
打滑の精神。キュビズム。吊るされた男。あ、これ見たことあるな。タロットカード。M のページ。メアリー。ゲルテナが手掛けた生涯最後の作品。まるでそこに存在するかのように佇む少女だが、もちろん彼女も存在しない人物である。やっぱり。え？紹介文の反対側のスペースに見覚えのある少女の絵が映っている。なんで？え？嘘でしょ？これ。メアリー？壁に耳あり、障子に目あり、なんちゃって。そういうボケを言ってる場合じゃなくて。実在しない？どういうことなの？じゃあ。それじゃあ今、イブといるのはまさか。知っちゃった、知っちゃった、メアリーの秘密。聞き耳と悟りね。あと、2、4、5、あと2つか。あと2つなんだけど。あれ？こっちになんか。宝探して楽しいね。私も宝見つけたいよ。あら？なんかお腹が膨らんでる。一応調べてみようかしら。あ。絵の具玉赤をゲットしたんだけど、中に入っていった。回復だぜ。まだ水はあれば回復できる。2、4、6、あと一つか。あと一つがこの中にあるのか。扉が入っている。そこに絵の具玉あるんだけど、ありそうなんだけど。白。これで7つ揃ったわ。あれ？嘘、開かない。なんで？また宝探ししようよ。誰が鍵を持ってるかな？なんですって。何？今度は何なの？おお？なんかやばそう。鍵を探して部屋から出ないと。え？これは炭？何も入ってない。くっ。何も入ってない。鍵はどこなの？なんか出てきてるんですけど。くれよ。紛らわしい。間に合わなかったか。ペロリーヌさん。ペロリーヌさんがペロリーヌされてしまったか。こっちの部屋に行ったら何か変化があるか。あれ？色がついてる。茶の鍵ゲット。幻。段セーブして先に進むか。ん？でもこっち側もなんか行けるんだよな。あ、イブ見て、階段があるよ。あそこから下の階に行けるかも。これ邪魔。憧れ。やっぱりこっちに行くしかないのか。
あ、こっちとつながってたってこと？ 2,4,6,7 7つあるね。7つの色彩が集まった。これにて一件落着。フェロリーヌさんどうなってるかな。でのふふふ、あはは、うん、時々ね、そうそう、ほんとまれによ。今ちょうど切らしちゃってて、そう、結構好きなの。でもなかなか時間がね。はい、ギャリー、ふふ、でもあなたってほんと面白いわね。悩みとかいろいろ何でも話せちゃいそうだわ。あははは、誰と喋ってんだよ。それは初耳だわ。もっと詳しく聞かせてよ。うんうん、誰にも言わないから秘密にしてるわ、絶対に。ん？信じられない、本当なのそれ。だとしたら最低ね、女の子になんてことするの。ダメよ、そういう時はガツンと言ってやらなきゃ。誰と喋ってんの？ペロリーヌよ。一人で喋り続けている。これ本当にギャリーなの？なんか変になっちゃってるよ。もしかして偽物じゃない？本物だったらこんなところにいるはずないしね。えイブ？正気に戻りつつペチンってしたのかな。もう一発いったー。ちょっと何すんのイブ。嘘、も戻った。あれイブ、それにメアリーもどうしたの？というかここどこ、私たちなんでこんなところにいるんだっけ。わっ、ちょっとイブ、なんかよくわからないけど心配かけちゃったみたいね。ごめんイブ。これで無事合流はできたのか。さてそれじゃあ先に進みましょうかと言いたいところなんだけど、なんか私記憶が混乱してて何していたのか思い出せないね。別にもう思い出さなくてもいいんじゃない？こうやってまた会えたんだし。それはそうなんだけど、なんか大事なこと忘れてる気がするのよね。メアリーちゃんのことか。なんだったかしら。とにかく行こうよ。上の階に行ってない階段も見つけたし。そうね。それじゃあもう一頑張りしましょう。よし、もう一頑張りしますか。無事、これで3人揃った。ん？メアリーなんか落としたわよ。え？あれ？このバラ。触らないで。あ、やっぱり拾っていたナイフか。メアリー、あんた何持って。返してよ。な、ちょっと目や。触らないでよ、私のバラ。ちょっと危ないってば。ああ。メアリー、そっか、やっぱり。イブ、聞いて。私思い出したわ。ゲルテナの作品集にメアリーの絵が載っていたの。信じられないかもしれないけど、メアリーは人間じゃない。あの追いかけてきた絵の女とかと同じゲルテナの作品の一つなんだと。あまりに普通に接してくるから気がつかなかったけど、一緒にいると危険だわ。
残念だけど、急いでここから離れましょう。メアリーよ。増加。ピクリとも動かない。なんだけど、なんか追ってきそうじゃない？メアリーちゃん。これをどかせば下に行けそう。イブ離れてて。くぅ。はぁ、あ、ここに来てどれだけこいつらをずらしたのかしら。まあいいわ、それじゃ行きましょう。ケルテナにしては、随分とファンシーな絵。というか、額縁ねと。確かになぁ。でもここでフェロリーヌさんが合流したから、ハテナだったところも分かるようになってるはずなんだが、読めなかったところとかなかっただろうか。よく見たら星空が描いてある壁にアクセサリーがかかってるのねと。なるほどね。実際はゲルテナの遺産を狙い寄ってきた醜く傲慢な女性たちをイメージした。なるほど、これで読めるようになっている。非常に綿密で繊細な鱗の描写は見る人に様々な感情を呼び起こす。見たね、確かにね。こんなところでしょうか。先に進みましょうかね。お？流星ですか。ここから先行ける？なんか不思議な空間だな。急にオルゴールになるの怖いな。あれ？なんか今変な感じがしたけど。気のせい。絵の世界なのか。難しい。お宝あるよ。簡単。何もない。お宝？お宝のある方に行ってみるか。わお、とっとっと。何かが置いてある。ダイヤモンドだね。お宝ってこれのこと？ちょっと私にも見せてもらっていい？ああ、砕けてしまった。わおわおわお。ういってー。まずい。瀕死。瀕死なんすけど。なんか随分と雰囲気が変わったわね。まあ用心することに越したことないわ。行きましょう、イブ。何かが貼ってある。これはこの場所の全体の地図かしら。さっぱりわけがわかんないな。今私たちがいるのは右下のところみたい。ちょっと気になる場所調べてみましょうかと。よし、といったところでね、今回はキリがいいので、ここで終わりにしようかと思います。ご視聴ありがとうございました。次回、メアリーちゃんはあのままなのか。果たしてこの二人は、ここから出られるのか。お楽しみに。